李氏朝鮮時代の過挙合格者の服装李氏朝鮮の過挙制度では、李氏朝鮮で行われていた過挙制度について説明する。朝鮮王朝では管理を選ぶために過挙制度を施行した。朝鮮王朝は生理学を理念にして、高来末の少数の革命発進紳士、大部たちによって建国された。彼らは自分の理想通りすべての管理を過挙を経て、 選抜しようとした。管理に登用されてこそ出世することができた当時には、管理の任用制度としての過挙が大きく注目された。この後、超高層の主張による小模擁制である権量化が導入された短い時期を除けば、立志朝鮮の全期間にわたり、定期的に過挙が実施された。過挙も、将来の制度に倣って、文下部下、 雑貨に大きく区分したが、文を通称する傾向は前と同じで、普通は、家去といえば、門下を指すほどその比重が大きかった。したがって、先人はもちろん、同じ安番でも、諸出身は大試することができないようにした。身分上では、一般庶民である夫と、 両班だけが大試することができたが、夫が旧大した事例は少なく、対外純粋な両班たちだけが合格の栄光を享受するようになった。この一方で、部下は身分上の制約をずっと緩和して、武官の子孫を含め合理や一般庶民で武芸に、才能がある者には大試することができる機会を与えた。雑貨は職業的な技術官の登用試験だったので、 こと、地方官庁で養成される生徒らが大試した。ヤンバンたちは雑貨に応じなかったし、一般庶民や先人はこれに参与することができなかった。したがって雑貨は一定の身分階級に接収、独占されることで、彼らによって、いわゆる中人という身分層が形成された。初期には、すべての合格者に白培という証明書を支給したが、後に門下と区別するために、 文科合格者には、クレナイパイを支給した。過挙に合格すれば、合格者のための方々の儀式が、金星殿の庭で催され、王が、クレナイパイと、お玉物花を第一、旧大社をはじめとして順位通り、歌詞する。そして、旧大社の父母のための祝宴を勘でも用して、旧大社たちは三日間外を回って、祝祭を開く。 そう元の人たち同士の集まりを竜使いといって、感触を引き受けて去る時に送る花向け葬宴をする。李氏朝鮮時代に官僚として出世することができる、正常な方法は、まず家去に合格することにあったので、自然に教育も家去の準備に重点を置くようになった。また、過去の講師科目であるとともに建国初期から、正教の根本理念に採択された儒学は、 立身陽明の唯一の道具で、両藩階級によって監督された。したがって教育も大部分科挙の王子資格を具備している両藩の指定に限定されていた。彼らは、大概幼い時初動で儒学の初歩的な知識を学んで、15.16歳以前にソウルは四学、地方は教校に入って行って勉強し、何年か後に科挙の昇歌に多み、これに合格すれば、 政近官に入学する資格を得た。ソウルにある政近官と四学は中央政府に直属し、教皇は各州県で管轄した官学で相互間に上下の連絡系統が立っているのではなく、各々のの独立された教育機関の性格を帯びていた。すなわち政近官の入学資格は生院、紳士だったが生院。 紳士は四角や教皇を経なくてもなることができた。また、正金館の受精には門下に用を試する資格と、その他様々な特典を与えたが、それでも正金館を経た者だけに、門下の王子資格が付与されたのではなく、その外の人々もいくらでも試験は、受けることができた。これら感覚の中で、 聖金官だけは末期までずっと最高学府としての施設と権威を維持したが、四学と教皇は後世に徐々に衰退して有名無実となり、その代わりに私塾として書道以外に書院が規制を振るうようになった。過去の試験手続きを調べてみると、まず文化は、昇華と大華に大別されたが、昇華はまた初見、含みの二段階、大華はまた初見、福祉。 電子の3段階に分けられていて、全部で5段階を順に経てのみ、文下級大になることが原則だった。しかしこの5段階を経ずに大科の電子と、同等な資格を受けた科挙には、越成分化及び聖金管受精が受けていた、性、節日性、交換性、立ち学ぶ受精、応性などがある。部下は、消化と大科の区別がない単一化として、初見、 福祉、電子の3段階があるだけだった。雑貨も、やはり部下と、同じく小科大科の区別がない単一科だったが、初見と、含みの2段階にだけ分けて、試験を受けることが部下と違った。一方、文科と部下は、定期的な式年史以外にも、様々な課境を施行して、多くの人材を登用したが、雑貨は、需要人員が多くないために、課境では、 式年史以外に造行史があっただけだった。李氏朝鮮では時代が下るにつれ各種の名目で過挙がたびたび実施された結果、ここに合格しても登用されることができない場合が多かった。また過挙試験場には他人の文を表説したり、本を持ち込むとか、試験問題を前もって知るなど、あらゆる不正行為が公然と成功した。 そのため、過挙の権威は地に落ち、これに対する論難がひどくて、過挙の兵団を絶世せよという権威も多かったが、一度、曇り始めた制度の欠陥は、抑えることができなかった。これと、並行して、賄賂と、常実門伐の工芸、党派の所属によって、旧大と落大が決定されたので、過挙制度は極度に乱れるほかなかった。 1894年の交互改革時には、軍国期、務どころで、飲酒的な社会経済面に対する革新政策中の一つとして、過去制度を廃止して、新しい管理登用法を作ることに議決するに、至った。過去は、夫以上なら誰も大見が可能だった。しかし、門下では、鈍感織の指定や再下した女子の息子そして書の、大見を禁じた。 新養殖には、文化合格者だけが任用が可能で、諸たちはこのため、清祖の時に訴え受け運動を通じて一部継承格権書館に登用された。過去には三年ごとに一回定期的に施行した式年味があり、その他に臨時に行われる過去として、増行氏、別氏、庭見、越生氏、春闘代見、特別な人に限られる胸地下か,か、中梁か、疲労か、 地方別に行われる、外法別化、同化などがあり、また一時、人材を登用するために抜け絵し、昇る春師、専分師、新剣師、権量家、敵英みなどが行われたこともあった。生印化は、高麗時代にもあった。試験は、中国の形跡で行い、ここに合格したものを、生印と言った。生印とは、大体に、家去の予備校舎のような性格を帯びたと言える。 しかしインは、尊美としての社会的地位を公認され、紳士と共に、下級官職に就くこともできた。しかし、正勤官に入学する資格を付与することを、本来の目的に実施した科挙である。昇華または、柴美とも言う。高麗時代の国古官美と昇る誉みを継承したもので、紳士美は前者を、イン美は後者を継承して成立された制度である。 公来では、妙業見とともに、紳士化を一番重要視し、動揺される範囲が一番広かった。李氏朝鮮では昇華発見の一文化として、ソウルと地方で実施した。試験科目は、詩・不、表、戦、作文などだった。これに合格した者は、紳士といって、初級文官に任命されることができたし、同時に継続して、 中級管理の登用に大試する資格と正金官に入学する資格が与えられた。李氏朝鮮の科挙制度には文科と部下があって、文科はまた昇科と大科に区別された。初見は朝鮮時代含みに大試する人を選抜する科挙の第一次試験だった。一名、里見。初見はこれら各課の最初の試験として、福祉、電子を受ける前年の秋に、 各地方で実施したが、定期的な試験である、このような式年味の外に、造行し、越生味などにも発味があった。電子は、君主の森林のもと行われた家挙である。駒協便王の時に初めて元の里見、外氏電子の三段階行し制度を採用して施行したものだが、その内容は、具体的にはわからない。これが、李氏朝鮮に継承されて、 完全に制度化された。李氏朝鮮時代の文化試験には、消化と大華があり、大華はまた初見、副祉、電子に分けられたが、電子はこの中で最終試験だった。法典に規定された電子の種類を見れば、式年文化電子、造行文化電子、別紙文化電子、庭紙文化電子などと、外に部下にも電子があった。 式年文科電子は大価の副市各社三十三名を、そのまま休大するようにするが、対策、表、千真、小、正、小、論、不名の中の一辺の正術で、降下三名、おつか7名、陛下二十三名の等級を定めた。試験官には、犠牲一名、呪二品官以上二名が、読み見官正三品官以下四名が、 対読み感になった。造公文化電子の被体数は、式年文化電子と同じ33名で、大蔵広には7名をさらに選んだ。別諮文化電子、庭諮文化電子の被体数は、一定せず、その都度定めた。しかし、試験科目と試験官は皆式年文化電子と、同じだった。部下電子は、副試合各社名をそのまま合格するように、するが、 喜劇傘、不撃傘で、高下3名、おつか5名、陛下20名の等級を決めた。試験官は2品以上の文官1名と、武官2名、同志多官の文官1名と、武官2名を派遣して見取りするようにして、犠牲1名を命官にしたが、千人犠牲や一品官で代理できることもあった。しかし、武下電子の試験官は、時代と場所によって、多少変動があり、 また、部下伝子には、君主が森林しない場合が多かった。増広見は、李氏朝鮮で国に刑事がある場合に行った、臨時化虚制度である。1401年から実施された。本来は、王の当局を祝賀する意味で、即位年や、その翌年に実施したが、戦争の時からはその範囲が拡大され、王の長男誕生、王妃殺令の時も実施された。 その手続きは、式年未と同じで、生新発見、精神福祉、文科発見、文科福祉、文科電子の5段階に分けられて、試験科目も同じだった。科挙には初めて官職に就こうとする人だけではなく、もう官職にある人に、昇進の機会を与えた制度もあった。式年史、増広見などの昇華には通り、特労以下で過去を経てない会員は大試することが、 できたし、門下や部下には通訓大部以下の官員が大試することができた。これに合格すれば、おのおのその等級によって、元来の寛解より何関解かずつ上げてくれた。例えば、警告大典には、官職にある人で大科に大試して合格すれば、高価、第一人は4回、高価、第二点3人は3回、おつかは2回。 陛下は一回ずつ、おのおの加えてくれるという規定があった。そして十年に一回ずつ分、部の同志多官のために設置された、重みという科挙もあった。上で述べた科挙とは違い、人材を登用する試験制度として取り栽があった。両班の子孫親戚や刑が前である六時、処理などに感触を与えるために実施された。科挙と違う点は一定の感慨以上に、 昇進することができないように制限したことだった。また六時、処理もはじめには、取り裁によって選抜したし、下級種類や、外食の教授、訓導駅、進む、渡り進むなどを任用するための取り裁もあった。部下系統にも取り裁の制度があり、部下の合格者でまだ完食のない人を登用しようと、したり会食された人を、 再び任命する必要などがある時に実施した。この外に宣伝官、内勤営、新軍、守る、講師、大政、派的営などでも必要に応じてその要因を、試み取りした。雑貨には分け異音妙、立家の四家があった。これは、司役員、天意官、干渉官、警装など、各官所の技術家人を採用するためのもので、これには、初見、 含みの二段階があった。だいたいその格が、文下や部下に比べて低く、また、所要辞任が少なかったので、式年未と造行士があるだけだった。この外に初期には、僧侶の資格を与えるために、国家の公認か全教の領主で独自に実施した、創価という試験制度があったりした。影の部は、本人の学得や、先祖の特殊な功訓に基づいて管理に、 常用できた制度である。高来の時からすでに影ノはあり、李氏朝鮮でも踏襲された。ところで、李氏朝鮮においては影所で管理に任用される規定がずっと厳しくなって、家去を通じないで英達する道はずっと難しくなったわけだ。この記述には、ダウムから GFDL または CCSA で公開される百科辞典。 グローバル世界大百科事典をもとに作成した内容が含まれています。ありがとうございます。